野村克則は、日本の元プロ野球選手、プロ野球コーチ。東京都目黒区出身。現役時代の登録名は、克則。父は、野村克也。母は、野村幸代。異父兄は、段野村、ケニー野村。他に、異母兄が一人いる。両親と、同様、F エンタープライズがマネジメントを行う。1973年7月23日、克也とその愛人だった幸代との間に大阪府豊中市で生まれた。当初、克也は克則を認知せず、幸代は非嫡出子となる克則を自身の父親と養子縁組させることを画策したという。後に克則は認知され、また1978年には前妻との離婚が成立した父。克也が幸代と再婚したことで、この時点で正式な家族関係が成立した。また、幸代と全府のユダヤ系アメリカ人との間には二人の息子、段野村、ケニー野村がいたため、異父兄弟となる。中学時代は、父親が設立した、港東ムースで4番、一塁として3年時に、全国ベスト16、世界リトルシニア大会にも出場。堀越高等学校では、桑原秀則の指導を受け、一塁手、主将として活躍。1991年春季東京大会で、準決勝に進出、修徳高との対戦で、本塁打を放つが、乱打戦の末に敗退。同年夏の西東京大会も準決勝に進むが、世田谷学園に、延長11回の末、惜敗。卒業後は、明治大学へ進学。東京六大学野球リーグでは在学中4回、優勝。1993年秋季リーグでは、首位打者、打点王の2冠を獲得、ベストナインにも選出された。1994年から柳沢雄一の後継として捕手に転向。1995年秋季リーグでは、2年下のエース、川上憲伸らとバッテリーを組み優勝。同年の第26回明治神宮野球大会でも決勝に進み、井口忠人らのいた青山学院大学を接戦で下し優勝を飾る。リーグ通算76試合出場、256、打数72安打、打率、281.3 本塁打、33打点の成績だった。大学時代の背番号は、捕手転向後は、父の現役時代と同じ19で、ジョディ・ハーラーが唯一登板した試合に捕手を務めた。後に1年間だけ同僚となる、中村豊は、大学の同期生。1995年のドラフト会議において、東京ヤクルトスワローズから3巡目で指名され、捕手として入団。克也との混同を避けることから、登録名を、克則とした。克則がプロ入りする直前、克也に対してプロに入りたいと言ったが、スカウトは誰一人として来ておらず、克也から苦労するぞ、お前。ちゃんとした会社に勤めて安定したところへ行け。無理だお前じゃと諭したが、克則は、いや、俺はプロに憧れて野球を始めたのだから、たとえ失敗しても悔いはないと言い返した。さらに、親父だって、テスト入団だったじゃないか。人生上り坂下り坂、そして、まさかだ。やってみないとわからないと言い、これに克也は、おいおい、俺が、ここまで来たのは、まさかかよと思ったという。母親に似たのか口だけは達者で、そこまで言うならとヤクルトスワローズへお願いして、指名してもらったと著書に記している。背番号は33。それは、長嶋茂雄に習ったためだという。なおプロ入り時に、明治大学硬式野球部卒ながら、明治大学はまだ卒業していなかった。翌年も、卒業の見込みがないことから、プロ野球選手権大学6年生が確定していた。1996年は、フレッシュオールスターゲームに出場するが、一軍では、古田敦也が、正捕手に定着していたほか、控え捕手に、野口須弘もいたこともあり一軍昇格はなかった。入団当時の一軍バッテリーコーチだった八重樫幸男は正直に言えばプロに入れるレベルじゃないなと思いました。ただ、気持ちは強かった。プロの世界でやってやろうという意気込みは強かったし、どうすれば上手くなるんだろうという向上心もすごくあったよ。と述べている。1997年1998年には2年間で、主に途中出場で、計51試合に出場するが、多くは、自軍の大小、大敗の場面での起用だった。オフに、若松勉が監督に就任。1999年には1軍出場及び1軍昇格なしに終わった。2000年には、金銭トレードで阪神タイガースへ移籍。当時の監督は、勝也であったが、野崎勝義によると、ヤクルトから勝則を呼んだのは、父ではなく、阪神球団だった。阪神移籍後は父である勝也の元控え捕手として1軍に定着し、出場機会を増やした。2001年にはサヨナラ的自打を2回放った。2年間で主に途中出場で、計95試合に出場し、両年とも最下位に低迷したチームの中で、ヤクルト時代と比べ先発起用も増やした。オフに、大学の先輩でもある、星野仙一が監督に就任。2002年にはわずか11試合の出場。2003年には、ウエスタンリーグにおいて、規定打席には達していないものの打率321の成績を残したが、1軍出場及び1軍昇格なしに終わった。2004年の開幕前、金銭トレードで読売ジャイアンツへ移籍。その際には、背番号は55を勧められたが本人は、2が重いとして63となった。なお巨人では、本名で登録を原則としているため、野村克則として登録。しかし、一軍出場はわずか3試合に止まり、同年オフにわずか1年で、戦力外通告を受けた。その際に、ジャイアンツ側から、ブルペン捕手、または2軍バッテリーコーチ就任を打診されたが、現役続行を希望し、12球団、合同トライアウトを受けた。トライアウトでは2打席連続本塁打を放つなどの活躍が、田尾靖の目に留まり、新球団、東北楽天ゴールデンイーグルスが獲得を発表。この時の経緯は、TBS テレビのプロ野球戦力外通告、首を宣告された男たちで紹介された。2005年には、登録名をヤクルト、阪神時代と同じ、勝則に戻して臨んだ。4月17日の対北海道、日本ハムファイターズ戦では、プロ初のクリーンアップとなる5番、指名打者として、先発出場したが3打数無安打に終わり、4打席目には龍太郎を代打に送られて、交代させられた。結局出場機会に恵まれずわずか6試合の出場にとどまった。オフに、田尾が監督を解任され、後任として、父、勝也が、就任。3度同じユニフォームを着用することとなった。2006年は、正捕手、藤井暁人に次ぐ2番手捕手として、先発出場の機会を増やし、オールスターゲームにもノミネートされるが、ファン投票最終結果で4位となり、出場は果たせなかった。この頃には、もともと弱肩であったのに加えて、慢性的な右肩痛を抱えていたこともあり、捕手として、致命的な送球難を露呈していた上打撃にも悪影響を及ぼしていた。このため攻守で足を引っ張る勝則にはファンから怒りの声が上がり、打席に立った瞬間ブーイングや応援拒否が起こっているのも散見されていた。当初は来シーズンも現役続行を希望していたが、同年9月28日に2度目の戦力外通告を受けた。これを機に、現役引退を表明し、同年10月1日の対千葉ロッテマリーンズ戦で引退試合が行われた。この試合に捕手として先発出場し、打撃面では安打を記録したが、守備面では6個の盗塁をすべて許してしまうなど、散々な内容の引退試合となった。試合後、同じく現役引退を表明した飯田哲也と共にセレモニーが実施され、チームメイトから胴上げをされた。現役引退後も、コーチとして楽天に泊まり、2006年10月9日には、新設された二軍育成コーチに就任することが発表された。背番号は73で、同時に登録名も本名である野村克則へ変更。2007年には二軍育成コーチのまま、セパ交流戦において、スコアラーで一軍戦のベンチ入りを果たした。2008年には一軍バッテリーコーチへ昇格し、試合中はヘッドコーチを務めていた、橋上秀樹と共に作戦面に携わる。2009年シーズン終了後、父、勝也の退任に合わせる形で楽天を退団、翌年から巨人の二軍バッテリーコーチに就任した。2013年10月3日、球団より翌年の契約を結ばないことを通告され、同年10月23日に、ヤクルトの二軍バッテリーコーチ就任が決まった。2015年からは一軍バッテリーコーチを務めた。2019年からは楽天に復帰。3年連続で配置転換されており、2019年は2軍バッテリー兼守備作戦コーチ、2020年は1軍作戦コーチ、2021年は育成捕手コーチを務めた。2021年11月15日、阪神の二軍バッテリーコーチに就任することが発表された。克則に関するカテゴリー。ありがとうございます。